ボールをゴールに投げ入れるロボット、その名もササラです。ササラ電車をイメージしたこのロボットを作ったのは札幌の高校生ら11人のチーム、雪風テクノロジー。30日からハワイで開かれる地区予選に出場します。世界大会に出場っていう、まあ、一つの目標に向かって、勝ち抜けていければなと思います。出発を前に札幌市の秋元市長を表敬訪問した雪風テクノロジー。予選突破に向けて決意を新たにしました。